リベリア内戦は西アフリカに位置するリベリア共和国における内戦である。1989年から1996年の第1次リベリア内戦とさらに1999年から2003年の第2次リベリア内戦の2度内戦が起きている。第1次内戦の時は15万人以上の死者を出し30万人以上の難民を出した。 リベリア内戦は、主に政府機関の利権をめぐる争いであるが、民族的な対立の側面もあった。リベリアの政治は長くアメリカの解放奴隷の子孫であるアメリコ・ライベリアンのホイッグ等が支配しており、リベリアの先住民部族は彼らに差別と弾圧を受けてきた。しかし、アメリコ・ライベリアンの優位に不満を持つ、クラン族出身のサミュエルド軍曹を率いる。 先住民部族が1980年に軍事クーデターを起こし、アメリコ・ライベリアンのウィリアム・アール・トルバート大統領、及びトルバートの下で働いた、交換数名を殺害し、アメリコ・ライベリアンの政権を倒した。同は政権を獲得した後独裁政治を始め、同に反対する者の逮捕や処刑を進めていった。1985年11月12日には、 ギオ族出身で1980年の銅のクーデターに参加していたトーマスクイオンパ将軍率いるギオ族とマノー族のメンバーらが同政権に反発し軍事クーデターを起こした。しかしこのクーデターは失敗しクイオンパラ銅に逆らったギオ族とマノー族のグループらは同月15日に処刑された。その後銅は自身の出身部族であるクラン族のみで結成したリベリア軍を ギオ族とマノ族が住む地域に派兵し、復讐のためギオ族とマノ族を虐殺した。1986年の選挙で銅は大規模に不正を行い、大統領になった。翌1987年、アメリコライベリアンのチャールズ・テイラーが、銅の独裁政権を倒すため、リビアでリベリア国民外国戦線を結成し、ゲリラ戦の軍事訓練を受けた。リビアで、 軍事訓練を受けていたテイラーは、クラン族の同政権に苦しめられていた、ギオ族とマノ族と手を組んだ。1989年12月24日、NPFL は、コートジボワール側から国境を越え、リベリアのニン馬軍部と村に侵入し、駐留していたクラン族主体のリベリア軍と衝突、内戦が勃発した。1990年に入ると戦火は、リベリア全土に拡大。 1>, 1月4日に同政権に批判的として知られていたロバート・フィリップスがモンドビアで反逆罪に問われ国刑に処される。さらにその後、ニン馬軍でリベリア国軍により義オ族とマノ族の住民500人が処刑され、また NPFL もブトウ村で200人を虐殺した。2月に入り、親米派だったプリンス・ジョンソンが仲間の義与族と共にリビアとの関係を深める。 テイラーのやり方に反発し、NPFL から離脱して、リベリア独立国民外国戦線を結成。テイラーはジョンソンを反逆罪で捕まえて処刑すると宣言した。やがて、首都モンドビアを除いては、同政権とリベリア軍だけでは手に負えない状況となり、アメリカ国務次官補のアフリカ担当も、同政権崩壊はもはや避けられないと発言。政権内部でも、 ハリーもニバ副大統領が同二次任を求めるなど、同政権はもはや末期の様相を呈していた。5月、アメリカ海兵隊が在リベリアのアメリカ大使館のアメリカ人ら米法人を救出するため、リベリアに到着。6月14日に、モンドビアのキリスト教会の関係者が、アメリカに内戦集結のためのアメリカ軍介入を求めるデモを、モンドビア駐在アメリカ大使館前で行った。 同は、子外のリベリア国軍の幹部らと共に、アメリカ軍の護衛のもと、故郷グランドゲデ軍まで安全に返してくれるなら、すぐにでも大統領を辞任しても良いと発言し、さらに、アメリカに亡命援助を申し出るが拒否されてしまう。アメリカはそれまで、同政権の後ろ盾を担っていたが、内戦の原因がそもそも、同の独裁政権にあるとされた上、 インプルのジョンソンが親米派だったためアメリカはジョンソンの方に期待していたとされる。アメリカに事実上見放された道は大統領官邸にこもっていたが最後の望みとしてナイジェリアのイブラヒム・ババンギダ将軍に西アフリカ諸国経済共同体幹師団の仲介でインプルと同盟の協議を行いたいと大統領官邸からモンロビアのイーコモック本部に 護衛の部下90人を連れてやってくる。そのことが同じモンロビアに駐在するインプルの陣地のジョンソンに伝わり、銅を騙し討ちで捉えるため、銅と話し合いたいとイーコモック側に伝える。その返答は銅本人に届けられ、ジョンソンを信じた銅はイーコモック本部でジョンソンが来るのを待った。ジョンソンは銅を捉えるため、ジープに武器を隠して、 部下20人をイーコモック本部に向かわせた。イーコモック本部に入ったインプルの兵士らは、参謀本部にいた丸腰の護衛兵90人を、皆殺しにして、銅が待つ参謀本部の2階に侵入した。ガーナ人のイーコモック司令官、アーノルド・クアイノーは、抵抗を諦め、銅をインプルにあっさりと引き渡した。 同はジョンソンが待つインプルの陣地に連行され、隣地にかけられた。同は必死になって話し合おうとしたが、ジョンソンは同の話に聞く耳を持たず、部下に命令して、同の耳や指、鼻を切り落とすなど残酷な拷問を加えた後、同を銃殺刑に処し、同政権は倒された。同亡き後、ハンテーラーを挙げる、ィン五族のアルハジクロマー率いるムスリム系組織、 リベリア民主統一解放運動の軍事派が武装を放棄し、エーモス・ソーヤーがモンドビアのみの暫定的な大統領になった。しかし、テイラーの NPFL やジョンソンのインプルはそれを認めず、1992年になるとリベリアは、ソーヤー派とテイラー派とジョンソン派の3つに分かれ、さらに、アラモから分離し、殺された同元大統領の下で働いていた。 同じクラン族出身のルーズベルト・ジョンソンのアラも、ジョンソン派、同、クロマー派などの武装勢力も加わり戦闘が悪化していった。ムップルには5歳以上のチャイルド・ソルジャー・ユニットと呼ばれる少年兵部隊がいたが、他の武装勢力にも同様に少年兵がいた。また、テイラーと隣国シエラ・レオネの反乱軍革命統一戦線の リーダーであるアハメド・フォーディ参考とはリビアでのゲリラ、訓練以来の付き合いであり、同年には、ウンプルは、国境を越え、シエラ・レオネで、ルフと共に戦闘を行っていた。1993年に一時、和平交渉に合意したものの、その後も戦闘が続いた。1996年、平和維持活動を行っていた西アフリカ諸国経済、共同体の監視の下、選挙で、 テイラーが大統領になった。テイラー政権でひとまず内戦は終結したが、テイラーはシエラレオネの同胞の参考に武器支援と共にダイヤモンドを密輸していたため、アメリカなどから厳しい経済制裁下に置かれ、内戦が終わっても国の復興はうまくできず、状況は悪いままだった。1997年テイラー大統領暗殺未遂事件が起き、 イーコモックがあらも J のマディソン・ウィオンら3名を逮捕した。そんな不満からついに1999年頃からセクーコネ率いるハン・テーラーの武装勢力リベリア民主和解連合やトマス・ニメリー率いるリベリア民主運動の武装勢力が放棄し勢力を拡大。2003年には首都モンドビアへ侵攻した。この時点ですでにテーラーの権力は弱体化しており、 6月17日には政府と停戦合意するに至った。その後アメリカなどによる圧力や西アフリカ諸国経済共同体による平和維持軍と800人ほどのアメリカ陸軍の到着などからテイラーはナイジェリアに逃亡した。この結果政府、反政府勢力間で和平合意が結ばれ停戦に至った。その後国際連合リベリアミッションが設立され、 和平のために、停戦合意の検証、武装勢力の武装解除及び社会復帰支援、人権擁護の推進、治安状況の回復支援、和平行為の推進支援を行っている。反テーラー構成の中心となったのは、リベリア民主和解連合である。ラードは、実質的にアラモ系を再結成したような組織であり、戦闘員は、アラモと同様クラン族や、 マンィン語族によって構成されていた。また、ラードは、ギニア、シエラレオネ、アメリカの支援を受けており、ギニアとシエラレオネの国境地域を拠点としていた。ラードは、継続的なゲリラ活動によって、政府側の支配下と見た地域を、次々と攻撃し、また、2003年3月にはコートジボワールに支援を、受けたリベリア民主運動も戦線に参加。同年には、 リベリア全土のテイラー政権の支配地域を3分の1まで縮小させることに成功していた。テイラーは軍を解体して司令官として、ジョン・テルヌベを任命し、新たに6000人の兵士によって、軍を再編した。第二次内戦において、リベリア正規軍の役割は大きくなく、テイラー政府軍の主戦力となったのは元、NPFL 戦闘員や少年兵といった民兵であった。 さらに、正規軍や民兵だけでなく、以下の不正規部隊が、テーラー政権の要人警護や対反乱作戦に参加していたとみられる。また、これらの部隊は、他の部隊同様たびたび略奪行為や民間人の殺害を行うことからと呼ばれ、恐れられていた。戦後隊員たちの中に特別法廷にて逮捕され、処罰を受ける者が多かった。これらの内戦では、 政府軍、反政府軍の両方が戦闘中に気分を高揚するために麻薬を使用したと見られている。主に使用されていたのはコカインやカートなどであり、リベリアの戦場において薬物は必要不可欠なものになっていた。ありがとうございます。